さて、オリアンナと話すことにしたんだろう。どうだった？芳しくない。おや、彼の居場所を教えてもらえなかったのか。いや、それは聞けた。ついでに子供の血を吸っているという告白も聞いた。噂は耳にしていたが、まさか本当だとは思ってなかった。今はその話はしたくない。町の西側の湖の対岸に洞窟がある。そこに向かおう。なるほど、私はいつでも出発できる。だがもう一度だけ試してみないか。あと少しだったと思うんだが。まあな、だが気が変わったんだ。それでももう一度考え直してみてはどうだ。もういいだろう。孤児院で起こったことは明らかにデトラフの責任だ。町で大勢の人が殺されたのも奴のせいだ。なのにまだ奴の肩を持つというのか。見えざる者に会うことはあらゆる危険を伴う。生きて戻れるかもわからない。だがデトラフの要求を聞き入れれば、その瞬間に殺戮はやむ。俺はウィッチャーだぞ、レイジス。怪物と交渉はしない。切り倒すだけだ。危険を気にすることもない。うん、そうか、わかった。もう言わないことにしよう。助かるよ。そろそろ行くとしよう。船で渡らなければ。一緒に来るか、それとも霧になって飛んでいくか。霧の姿では話ができない。そして知っての通り、私はかなりの話好きでね。ああ、特に長話がな。行こうか。見えざる者のことはよく知ってるの。知っているのは客を好まないということだけだ。特に突然の訪問を嫌う。なるほど。何かご機嫌を取る手段はあるのか。見えざる者に会うときは和平の象徴とされる石を差し出すことになっている。だがその種の石はパークランドでしか取れない。持ち合わせもないよ。その通り。私の人当たりの良さで切り抜けるしかなさそうだ。見えざる者が付き合いを嫌うのに理由があるとか、汚い靴が嫌だとか、いつも掃除をしなければいけないことに嫌気がさしたとか。もう少し複雑な事情だ。ゆっくりと難しい言葉を使わず話してくれ。それなら理解できるかもしれん。お前の理解力は疑っていない。ただ、なんというか、人間に説明するのは難しい。この世界は我々にとって異世界だ。居心地が悪く厳しい環境。ご老人は人間の世を離れ、隠れることで自分を守っている。我々はその彼の自衛手段を妨げに行く。先に行く。偵察してくる。こっちだ。オリアンナの鍵を使ってみる。うまくいった。安心したぞ。この扉を霧になって通り抜けるのは奥の人。中には何がある？知ってる。吸血鬼がいるからな。面白い。もう少しのはずだ。なぜわかる？耳を澄ませ。何も聞こえない。
ネズミもコウモリもいない。水を打ったように静かだ。彼は客を好まないと言っただろう。それにベレスナクアトラネスアバエルクレバレジスエトゥザアトラス。戦うつもりはない。老人に殺されるだけだ。早く何か思いつかなければ。どうなってる？この場所は何だ？ここはとても登れないな。空でも飛べれば別だが。おや、先客がいたようだな。彼に何が起きたの？足跡、深い、人間のもの。
ラスコープが壊れている。水が上に流れている。妙だな。よく見てみよう。重力が反転している。上に引っ張られる。水が向こう側に流れていきます。これを見えざるに差し出せば殺されることはない。少なくともその瞬間。岩の先には重力が反転している方向に伸びている。土台を壊せば別の道でも出ていくぞ。降りてきた時の滝を見るのがいいが、なんか他の滝があるかもしれない。流れをたどって下流に行ってみよう。うまくいった。あとはご老人が人と話したい気分の日だといいな。